こんにちはキミチルチャンネルのキミです今回は耳で覚える講師講義第4講義目ということで物理化学についてやっていきたいと思いますでまだ第1講義目から第3講義目の方見ていない方いらっしゃいましたらまずはそちらを見てくださいでこの耳で覚えるシリーズというのは車の運転中など何か片手間または隙間時間に勉強するような動画になります で普通の解説動画の方もこのチャンネルでは投稿していますのでよかったら概要欄の再生リストの方から見てみてくださいでは早速内容に入っていきたいと思いますではまず物質の3体から一般に物質は固体液体気体の3つの状態で存在しますこれらを物質の3体とい,い 温度だったり圧力を変えることによってそれぞれの状態に変化しますこの変化の名前名称がついているのでそちらのですね復習をしていきましょうまず固体から液体氷から水になる現象ですね固体から液体は融解融解と言います次液体から気体水から水蒸気ですね液体から気体は蒸発これはよく聞いたことあると思います蒸発逆に気体体から液体は、 凝縮,凝縮液体から固固固体は凝固凝固になります気体から液体液体から固体の部分は凝縮と凝固で凝の字が同じなのでそちら意識してもらったら覚えやすいかと思いますでもう一つですね固体から気体または気体から固体のように一気に液体を飛ばして変化してしまうこれを消化と言います。 例でいうとドライアイスを放置しておくと炭酸ガスになるんですがこちらですね液体にはならずに一気に固体から気体になってますよねこれらを消化と言いますではもう一度固体から液体が融解液体から気体が蒸発気体から液体が凝縮液体から固体が凝固固体から気体気体から固体が消化になります 次は臨臨界界温度と臨界圧力についてまず例で説明させていただくんですが二酸化炭素消火器の中には液化した二酸化炭素が充填されていますがこの二酸化炭素を液化するためにはどんな温度でも圧力を加えればよいというものではなくある一定の温度以下で圧力を加えないと液化しませんこのある一定の温度 っていうのが臨界温度になりますでこの臨界温度を超えるといくら圧力を加えても液化しませんのでこの一定の温度臨界温度以下にする必要があります。また臨界温度の時の圧力を臨界圧力というのでこちらも合わせて覚えておいてください。ではもう一度 気体はある一定の温度以下で圧力を加えないと液化しませんこの一定温度のことを臨界温度と言ってこの臨界温度の時の圧力を臨界圧力と言います臨界温度を超えてしまうとどれだけ圧力を加えても液化しないのでこの臨界温度と臨界圧力覚えておいてください次はボイルシャルルの法則そしてボイルの法則 それとシャルルの法則この3つの法則について関連づけながら解説していきたいと思います。まず最初にボイル・シャルルの法則について解説をしていきます。式で言うと t 分の pv=t 1分の p1v 1という式が成り立ちます。この式は説明しておくと一定量の気体の体積 v ですね。体体の体積、v、は 圧力 p に反比例し絶対温度 t に比例するという式になりますで、ボイルの法則はボイルシャルルの法則と比べると t がないと思うんですねこれは絶対温度である t 温度を一定の状態のボイルシャルルの法則だと思ってくださいどういうことかというと温度である t が一定なのだから t と t1 は同じなのでイコールになりますよねイコールになるっていうことは消すことができるっていうことは上の PV=P1V1 という式になると思うんですがこれがボイルの法則になります。でこの法則を例えるならばサッカーボールでもバレーボールでもいいのですがそのボールを深海に沈めると小さくへこんでいきます。つまり圧力 が大きくなるとボールは逆に大きくなるのではなくて小さくなる逆に小さくなるこのように温度が一定のもでは一定量の気体の体積は圧力に反比例します圧力が大きくなってボールの体積は小さくなりますね大きくなって小さくなる反比例ですねこの法則のことをボイルの法則と言います で次はシャルルの法則についてなんですがこちらは先ほどは温度を一定にしましたが今回は圧力である P を一定にしますそのため P を削除ボールシャルルの法則の P を削除したバージョン T 分の V=T 分の V 1という式になりますでこれは説明すると一定量の気体の体積 V は絶対温度に比例するということで 温度が上が上ると体積も上がる。体積が上がれば温度も上がるというですね、比例の関係になるというですね、簡単な式になりますので覚えておいてください。でここからは式の暗記ということで聞き流してください。ボイルシャルルの法則 t 分の pv=t 分の p1v。ボイルの法則 pv=p1v。PV イコール1 シャルルの法則 t 分の v=t1v1 イコール t 1 v 1もう一度ボイル・シャルルの法則 t 分の pv=t1 イコール t 分の p1v1 ボイルの法則 pv=p1v1 イコール1 1シャルルの法則 t 分の v=t1 イコール t 分の v1 になります次は気体の状態方程式について気体の状態方程式の式は PV=NRT イコール N R T という式で圧力 P 体積 V モル数 N 気体定数 R 絶対温度 T によって構成されています。でこの式を使う場面なんですが問題文で 例えば圧力 P とモル数 N そして絶対温度 T が示されている時に体積である V を求めてくださいのようにある1つのパーツが欠けている場合にですねこの式を使用することができます。でこの気体の状態方程式で1点だけ注意してほしい点があってそれが気体定数 R についてです。この機体定数 R は0.082と、 の3乗の2パターン存在していて使い分けとしましては圧力である P が気圧という単位例えば1気圧だったり2気圧のように圧力の単位が気圧の場合は0.082という数値を使って圧力が 1.013×10 の5乗パスカルのように単位がパスカルの場合は 8.31×10 3の乗を使う必要があります。で僕が問題を解いたり勉強した感じ危険物取扱者では気圧という単位が一般的なので0.082という数値を覚えておく必要があるかと思います。で余裕があれば 8.31×10 の3乗という数値も覚えておく必要があるかと思います。ではもう一度気体の状態方程式について覚えてください。 PV=NRT イコール気体の状態方程式は PV=NRTP イコール、B、が圧力 V が体積 N がモル数 R が気体定数 T が絶対温度の PV=NRT イコールです。以上で耳で覚える公習講義第4講義目物理科学について終わりたいと思います。 次回も引き続き、このような形で物理化学についてやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録をして、また次回の動画も見てください。終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。